はいどうも、アキです。みんなでホームラン。はい。ちょっとした攻略をね、まあ見つけたというかコメント欄で教えていただいたというかその通りだよなと思ったことがあったので、まあそれも段階4段階ぐらいあるんですけど、ちょっとね、攻略となんかみんな得してみんないいみたいな情報があるので、ぜひね、今回の動画見ていただければと思います。はい。まずなんですけれども、まあ普通に今回って要はホームランさえ打てりゃよくて、勝ち負けとかも関係なくて、もうとにかくホームラン稼ぎたい。そしてまあ50本は打たないとおそらく報酬がもらえないというかもらえない。でまあもっと言うとこの期間限定チャレンジの300本打てるといいよねというところで、今ね、日付は多分皆さんが見てる1日前、17日のお昼12時なんですけれども、まあこの300本打てるといいと、僕はまだ68本、まあまあこのままやっていけばいけるかなっていうところなんですけど、っていうところでね、なんでまあそしてアクティビティユーザーの皆さんが300本打てば、おそらく案内並木 SR ももらえるし、天才の入部届けももらえるといったところで、みんな良くてみんないいっていうね、このビジネスでいうと満点のやつだと思うんですけど、まあ一つもうフィーバータイムは活用した方がいいですね。もちろん僕石割るなんてことはしてないんですけど、消費するならなるべくこのフィーバータイム中にやってます。12時28時ですねになるべくいっぱい消費できるようにスタミナ調整をまず僕は一つしています。はい。で次、でホームランをとにかく打ちたいと、もう今ね見てもらったら僕のチームランクが C になってると思うんですけど、そういうことです。はい。お久しぶりのもうアゲアゲ強化試合で、最初のアゲアゲ強化試合で大活躍したこの状態ダン。はい。ポジションバラバラ&スタミナ1クソピッチャー状態。僕がね、アゲアゲ強化試合第1回の時に、これやべえぞって言って、めっちゃやってたやつです。はい。っていうのをやりました。要は、自分のチームランク下げると、相手のチームランクも下がるから、ピッチャーが、まあ、へぼくなってというか、まあ、もちろんね、僕、今チームランク A で、相手もそれなりに強い相手になってきて、総変量も昔に比べると、大きくなったし、特能も多いし、球速も速いし、打ちにくいんですわ、もう普通に。ホームラン、まあ打てるけど確実性がこうどんどんなくなってくるんで、チームランクが上がってくると、チームランク下げちゃおうと。はい。で、けどこれね、みんながやっちゃ、あ、じゃあ最後まで言おう。はい。チームランク下げると、弱い相手と戦うので、ピッチャーが打てやすくなるといったところで、はい。でもね、球速までちょっと遅くなると打ちにくいなと思ったんですけど、球速はみんな速いんだよね、このランクの人たちも。速いというか、まあ、140ぐらいはあるんだよね。といったところで、とりあえず、これもう、ポジションこうやって1個ずつずらしてるだけです。っていうのをやりました。で、次。で、ここ、まあ、ここだけやるっていうのもあり。で、僕は、ピッチャーを、スタミナ1に、まず1人変えました。この古宮っていう、スタミナ1で査定がめっちゃ悪いやつに、エースをこいつに変えました。でも、思ったんですけど、スタミナ1のピッチャーに変える理由って結構いろいろあって、チームランクを、大幅にエースだけ変えると下げれるんで、まあそれが一つの大きな理由なんですけど、もう一つとしては、スタミナ1なんで、すぐね、代打になる。要は、スタミナがすぐ切れるんで、速攻代打出されるんで、こいつの打席を打つなんてことはあまりない。で、以降中継ぎが出てくると、打席回ってきて、まあどうせ、そのピッチャーの自走さオンで、打席やるときなんて、基本チャンスのときか、まあ、ランナーなしかどっちかだと思うんで、チャンスのときだと代打出してくれるしで、まあ、自走車オンのときのホームランの確率が上がるので、結果僕は全員スタミナ1のピッチャーにしました。3人とも。まあ、そんなにここは変えることでチームランクはそんな変わらないんですけど、実際。ただ、スタミナ1にすることによって自走車オンのときにホームランを打ちやすくすると。まあけどその考えで言うと、実はスタミナ1の選手じゃなくてもよくてですね、二刀流のピッチャーですね。僕昔作ってたんですけど消しちゃった。はい。やっぱ二刀流とかも作っとくと便利だな。また動画で作ります。二刀流。こういうことがあるんで、作っといて一人二人三人ぐらいは作っといて、損はないですね。こんなイベントに備えておくという点でも。はい。要は、こっちの野手能力、まあミートビ、パワー CC ぐらいで弾道は2、3でパワー比だけつけといて、であとは投手能力に振ると、まあスタミナとか一切上げなくていいんで、という感じでやると、
まあそのピッチャーに打席が回ってきた時もホームラン打てるよねと、まあこれもコメント欄で教えていただいたやつなんですけど、まあその通りだなと思ったので、ぜひお披露目したいなと。まあただこのやり方はもちろんデメリットもございます。はい、まあ2つかな。1つはこの守備位置バラバラにすると、あの守備位置がバラバラ5回ぐらいで大体なんか元に戻るんですけど、それまでに投手操作が来た時に守備が下手すぎてストレスが溜まります。まあこれはストレスが溜まるだけで、まあ三振取れば問題ないですっていうのが一つ、なので、ちなみにピッチャーが変わるタイミング、もしくは代打が出たタイミングで必ずポジションを戻るので、スタミナ1のピッチャーの場合 2,3 回で大体戻るかなというところです、正規のポジションに。なのでスタミナ1の方がストレスも溜まらないしおすすめ。ただスタミナ1のピッチャーを試合で使うとそれこそストレスになります。もう変化球覚えてないんで、ほとんど僕の場合。こいつだけ覚えたのか、こいつはなんかちょっと上げてみたんだよね、能力も。はい、といったところで本当にストレスになるというのが1点。で2点目がまあ普段だとほぼ気にならないレベルなんですけど、今ちょうどねメダズル増量イベントも来ていて、まあ相手が弱くなることによって得られるメダルも多少少なくなる。まあけどそれは本当多少なんで、僕もしかもメダル余りまくってるんで、僕はあんまり僕は気にならないけど、気になる人はもしかしたら気になるかもしれないといったところですね。はい、っていうまあデメリットもあるんですけれども、これじゃあ試合やってみますかということでやってみましょう。あと65だけ落とすとちょっとだけ下がるんだけどな。そしてフィーバータイムはマジで美味しい。これ見てください。もう見たらまず分かるのが、このランクの人って SR 持ってないんですね。真ん中と左上の方はおそらくこれは R キャラをリーダーにしてて、右上、下2人は多分ノーマル矢部くんですよね。初めて間もないってことです。その辺のチームランクなんですね、この辺りって。はい、やっていきましょう。なので変化球でも全然もう狙い撃ちできるけど、一応パワープロ難度では全部なかったね。変化球も狙い撃ちできるレベルではあると思うんですけど、まあただストレートさえ狙ってればもう球数も少ないだろうしでいいかなと思います。で僕はこいつだけなんかスタミナ1でも変化球とか覚えてるので、こいつの操作の時はまだマシなので、一人はスタミナ G1 で能力は全部上げないで、むしろどんどん下げるっていうのを作っておいて、あと2人はこうやって変化球とか覚えさせておくと楽かもしれないですね。まあ今後このためだけに作るっていうのもなかなかめんどくさいと思うんですけど、まあ作っておいて本当に損もないです。この古宮っていう僕スタミナ G1 査定クソのピッチャーめっちゃ今まで活躍してるんで、最初の上げ上げ強化試合始めもなんかいろんなイベントの時に有効活用できてたり、まあ普段も実は有効活用の仕方があって、まだ動画にしてないんですけど、いずれ出します。作っておいて本当に損はないと思います。こうやって絶不調の時に来たらちょっとファックと思うんですけども、これは引っ張って入れるしかないですね。もうとにかくホームラン以外関係ねえんで、今は300本とにかく打たないと。ああダメだ、引っ張りきれなかった。ちょっとこれが鬱陶しいんすわ。で今回も3回で降板しましたね、スタミナ1のピッチャーは。また二刀流作らないとな。やっぱ二刀流もまあどっちでもいいんですけどね、二刀流でもスタミナ G1 でも。スタミナ G1 かつ二刀流だったら満点か、なんなら。昔作ったな、そういえばスタミナ G1 プラス二刀流っていうピッチャー。スタミナ G1 とかの選手の作り方については、まあカードを等々カードを貼っておきますね。なので右上のインフォっていうところを押していただければと思います。中継ぎは最強なんだよな。中継ぎはもうこのレベルの選手と戦わせるのが申し訳ない。これこの間作った選手ですね、多分今の。はい、といったところで、まあ獲得メダルはちょっと渋くなるんですけど、ホームランは安定して打てるようにはなります。はい、なので僕は結構300本打てるかなって当初不安があったので、まあこのやり方やってから、まあ300本は普通に
石を割らずに打てるなと思っています。まあ石5個っていうのと、あとゲドウ君がやったら美味しいので、このイベント、まあそこはね、はい、いいかなと思います。ゲドウ君めっちゃ美味しいっすね。なんだこれ、銀が、金も大量、金も2枚、銀かなりくれますね。これちゃんとこなしとけば一体はレベル間になるレベルかなと思います。はい、で最後になりますが、まあけどこのやり方はもう本当あんまり見たけどなるほどとは思うけど、なんかあんまり気に食わないというか、あんま自分はやりたいと思わないなっていう方いらっしゃると思うんですよ。でそういう方に一つだけおすすめ、お願い、みんな良くてみんないい、ビジネスだと最高っていうのがありまして、まあ要はこれ相手も戦う時って、これ自分が相手として出てきたと考えてください。あの選ぶところ5つの中から、あれってこっちは自分は3人のピッチャー回しますけど、相手はおそらくずっとエースピッチャーなんですよ。自分が相手として出てきた場合は、相手と戦うときはずっとエースピッチャーなんですよ。なのでこのイベント中だけでも3番手をエースにしていただくことによって、ちょっとチーム能力下が、チームランク下がって、ちょっとだけあの弱い相手と戦いますし、まあそれくらいだとメダルそんな変わんないでしょ。まあ今ね、リーグレベル7昇格を目指す、もしくは残留を目指してる方はちょっとそれあんま嫌かもしれないんですけど、もうそれも終わってるよと、もしくは目指してもないよという方はね、そうやって3番手をあえてエースにすることによって、みんなホームランを打ちやすい、かつ自分もホームランを打ちやすい、なので SR 案内並木が取れる確率も上がる、自分がデイリーチャレンジをこなすのも楽になる、デイリーじゃねえや、あれ、はい、期間限定チャレンジをこなすのも簡単になるといったところで、みんな嬉しいといった状況を生み出せるのではないかなと思っています。はい、なのでそこだけでもやっとくと、みんな良くてみんないいですねというね、まあ、今回は皆さんで協力する感じのあれなので、こういう具合かなと思います。まあ僕と当たった方はね、まあ先発はクソなんで、もうボコボコにしといてください。はい、1人しか変化球、あ、エースはもう、そうか、僕と当たった場合はあのエースはスタミナ G の G1 のクソの古宮くんなんで、ただ125キロとクソ遅いのでね、球速もゆっくり待ってあげた上でボコボコに打ってあげてくださいというところで、皆さんで協力してね、案内並木手に入れておきましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。